かさん、今日お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、ご感想お願いします。はい、こう自分の頭の中にあったものが言葉で、あ、言葉とか画像とかっていう形になって出てくるっていう、そのクリエイティブなことをするってこんなに楽しいんだなって思いました。楽しいんだよ、これが。わかるでしょ、私が一般本出してる理由そうで、それが形になってっていうところを、まあ、もうちょっとちゃんとしますけれども、うんうん、それを思うとなんかすっごいワクワクするので、うんうん、私結構ギリギリまで迷ってましたけど、うん、この講座よかったです。宣伝もありがとうございます。ありがとうございます。